このバッターボックスに立つ姿なかなか見る機会ないですよね。まあおそらくクローザーですからなかなかバッターボックス入ることはないんですけど、本当にこれはもう珍しいというか貴重なこれはねシーンですよ。打つ方もね、とにかくやっぱりピッチャーといってもやっぱりね、高校時代大学時代なんていうのはもう本当にこう地元の人ですから、はいはいね、4番でエースの方ですね、絶対。さあ、2試合に登板しています、この岩瀬。107セーブは日本プロ野球界の記録となっています。本当に前人未到、大記録です。さあ、ここは一球ファールで、ね。本当にメンバーを見ましても、監督経験者であったりとか、あとは日本代表経験、WBC、オリンピックでも、ゴロゴロいますんでね。いやこれ尾上松也は本当にいいピッチングです。いいよいいよ。さあ2回終了しました。両チーム無得点です。さあそして皆さんにご紹介です。今日はですね、イニング間に吹奏楽で皆さんを盛り上げてくれているのが新田高校、はい、ありがとうございます。90年ね、ありました、はい、新田旋風もありましたが、その新田高校の吹奏楽